ストーンズ・ジェシー、絶対に滑れない、桜井翔チニテレ1月主演、バツバツバツ選挙、お救う。綾瀬せはるか映画で見せた、超冷国超本格アクション、の本気実力12月10日、嵐桜井翔41、が主演を務める2024年1月クール放送の連続ドラマ、バツバツバツ選挙、日本テレビ系土曜午後10時に、 ストーンズのジェシー27が出演することが発表された。バツバツバツ選挙正式タイトルは後日解禁は今年1月クールに同枠で放送され人気を博した大病院選挙の続編。大病院選挙から1年後、桜井演じる刑事武蔵三郎がまたしても大規模な選挙事件に巻き込まれるタイムリミットバトルサスペンスドラマである。 ジェシーが演じるのは、何もかもが謎に包まれた男、ニーみたいがニーみたいが。ジェシーによれば、難しい役どころ、とのことだ。なお、ジェシー以外には、白石聖、25、滝内組、34、片切り人、50、手塚通61奥抜香薫、53の出演が同日に発表されている。バツバ選挙の正式タイトルは、 新空港選挙ではないかと複数メディアで報じられていますが、撮影にあたり千葉県の幕張で空港の客、職員、取材人警備 CA パイロットのボランティアスタッフを募集していたという話もあります。やはり空港が舞台であることは間違いなさそうですね。大きな空港が舞台なら前回の大病院以上の規模になると考えられるし、 それだけにジェシーさんがどんな活躍を見せるのかに注目ですよね。ワイドショー関係者、前作、大病院選挙では、ジェシーと同じ旧ジャニーズ、現、スマイルアップ、のセクシーゾーン菊池風魔28が病院を選挙した武装集団、百鬼夜行のリーダー青鬼を演じていた。そしてジェシーは、8月公開の綾瀬はるか、 38主演のアクション映画、リボルバーリリーで冷酷な悪役の陸軍隊員津山ヨーゼフ清近としてガンアクションを披露していたことから、風磨きまと存在なら悪いやつそんなジェシーみたい。ジェシーは謎の男役ってふまくん同様に悪役リボルバーリリーでの津山役が功をなして見つかったっていう理由もあってバツバツバツ選挙。 出演決定だったらさらに嬉しいな A のあるヒール役の演技も重圧かってアクションも良かったからね。リボルバーリリーの時の悪役良かったから悪役みたいねんや、悪役と見せかけてスネイプ先生みたいな立ち位置もいいな。といったジェシーが悪役を演じてくれることを期待する声が多く寄せられている。 リボルバーリリーのジェシーさんの悪役の演技は圧巻でした。ジェシーさんは185センチに迫る高身長でスタイル抜群。その彼が運動神経抜群の綾瀬さんにアクションは見劣りしない動きを見せてくれましたからね。演じた津山は目がギラギラしていて、主人公一派を殺そうとどこまでも付きまとう執念や仲間を盾にする姿など、 実に冷酷で卑怯な悪役でした。その一方で、津山は上官には弱く無言で理不尽に殴られ続けたり、一般人を撃つ際は目をそらしていたりと、人間臭い弱さも感じさせていた。そこでは、ジェシーさんの繊細な演技が光っていましたね。バツバツバツ選挙は桜井さんにとって大きな勝負どころになる作品だけに、後輩であり、 しっかりとした演技力を持っているジェシーさんの参戦は、桜井さんにとっても心強いのではないでしょうか。女性誌編集者、そんな桜井には、旧ジャニーズ事務所からの対処説が、11月10日発売の、フライデー、講談社に報じられている。同志は桜井が事務所からの対処を条件に日テレが、ニュースゼロのキャスター継続や、 バツバツバツ選挙報道当時はタイトル未発表が確約されていると伝えている。さらに、フライデーと同日に、産経スポーツも、長官で桜井が対処する模様と独自取材付きで後追い。旧ジャニーズ事務所と密な関係にあったスポーツ紙が報じたという点で、桜井対処説は信憑性を増している。12月8日、 旧ジャニーズ事務所はタレントの受け皿となるエージェント制とマネジメント制のハイブリッドの新会社スタートエンターテイメントの設立を発表しましたが桜井さんがスタート社とエージェント会社契約するかは不明ですキャスター業を今後の仕事のメインに考えているとされる桜井さんは極力ジャニーズとは遠い距離にいたいはず 新会社のスタート社も今後どこまでジャニーズとは別と評価されるかまだわかりませんよね。桜井さんも二宮和成さん40と同様報道されたように個人は独立し自分でやっていく嵐の活動だけスタート社と組むという展開はありそうです。そんな先行きが完全に不透明でゼロの交番説も消えない桜井さんにとって 日テレドラマの主演として存在感を発揮できる1月期のバツバツバツ選挙は滑るわけにはいかない。それだけに若い世代に大人げでアクション俳優としての評価も高いジェシーさんがバツバツバツ選挙に出演するのは桜井さんにとって大きなことなのではないでしょうか。ジェシーさんは先輩を救うような大活躍を見せてくれるかもしれませんね。 前室のワイドショー関係者、大病院選挙では、菊池が敵側の主人公として強いインパクトを与えていた。謎多き男ジェシーもそうなる。映画でジェシーはスーツとハットが似合う一方で、軍服も着こなしていた。スタイリッシュではなく非常に泥臭い感じのアクションは壮絶の一言だった。